この間見に行った。あ、そうなんですね。あ、ここ初めて？いや、私来てます。みんなで来てるよね。来てます。わかる。でもあんま来たことないんじゃない。80。私の行きつけの、あ、杉本さん、はじめまして。はじめまして、私は舞台を見させていただいて。あ、そうなんですか。この間ね、見ていただいてありがとうございます。今日は、はい、料理長2なので、ここでお肉を買ってもらって、いや、それで調理するのかな、ね、改めまして、歌舞伎俳優の中村勝太郎です。すげえしっかりやった。いやね、ということで、あのフラメンコ料理人のチャンネルに出させていただきます。今日はあの肉を一つですね、メインにしていこうと思っております。でも先生、いつもはどんな肉買われてるんですか？俺はね、いつもこっちじゃなくてこっちなの。あ、そうなんです。ちょっと来て。はい。こっち専門なの。あ、ホルモン。ホルモン。これがね、美味しすぎて。すごいですね。もうね、毎日来てるの。もうあれですか、塩とかってさって焼くだけで。そうだね、塩だね。そんなながら調理してられないから。わかりました。いつも塩。このトロテッチャンとか、焼酎とか、はい、これのコリコリ。いや、いいっすね。これうまい。千枚行こうかな。おお。千枚は、どのくらい刺さります？あとね、ちょっと炒めて使いたいんですけど、はい、おお。炒めて食べる、はい、炒めてもダメって大丈夫です。あ、そっかそっか、ちょっと炒めていきたいんですけど、そしたら半分ぐらいかな。そうです、細切り、はい、だよね、してもらって。細切り、細切りがいいです。はい、お願いします。処理は私やる。あ、処理お願いします。どれくらいでいいですか？あ、十分です。6人いるけど。6人6人分。6人？そう、6人さんってどのくらいですか？さ。でもいろいろ聞こえばいい。6人、うん、困っちゃいますね。結構、終わりでした。ご来店しました。じゃあ私は、トロテッチャンのコリコリください。はい。いや、私も千枚を料理したの初めて。マジで、はい、すごいね。いきなりやるね。いつもそうだよね。そうですね、やっぱりこうよく佐藤先生とはあの海外にもね行ったりして、その土地で旅をして、最後はマンションを借りて料理をするというのが恒例なんですけど、その時もあの見知らぬね、サラミだったりとか見知らぬ野菜を買って茶道だっていうのが結構恐縮で、そんなのやるのって食材でやるよね。今日も未知なものをちょっと教えてみたい。これは1枚ですか？レバー、レバーちょっとすみません、私あの尿酸値高いんで。わー、釣ってるのにさって言うんだよ。尿酸値が高いんですよ。レバー大好き、死ぬほど好きなんだけど。ダメなんですか？ダメじゃない、食べちゃいけない。で、年に1回ぐらい食べる。一番好きなの、美味しいのにねって言われたんですよね。あとじゃあお肉もいいですか？赤身な感じで、薄めのお肉ってどうなの？赤身ね、じゃあそれを一人二枚とかですね。ああ、いいですよ、いいですよ、全然。もうね、私メモマなんでね、書いてるうちにいろいろできてくる。これは見せれない。千枚ってでも料理されることあります？もうそのまま、やっぱりそのままの時はタレです。塩、私はポン酢、ポン酢、ポン酢の一味、一味、一味、ポン酢ある？ある。パスタはある。一味はありますか？一味ない。黒七味なら。黒七味です。牛テールスライスって。うわわわわ。これがうまいな。これ、
僕一回焼いて食べさせていただいた。そうだね、そうだそうだ。お肉ごり持ってる、うん、最高でしょ。味見します。いや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 、もう遠慮なさらず。すいません、なんてこと。なんてこと。また買いに来ます。最高なのよ。よかったらまた来てください。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、どうもありがとうございました。失礼します。頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとう。はい、どうも、はい、ということで、もう始まるの。まずはですね、佐藤博樹先生による肉の下処理の時間になります。では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。下処理って言ったらお前、大したことねえんだ。じゃあ、まず千枚。朝閉めたやつ。それ何してんすか。塩で臭み取りしてるし、あの塩で。すげえな。揉むのよ。千枚手袋だよね。腸だっけ？なんだっけ？どこなんだ。でこのまま食べられるんだけどね、もう。レバ千枚。やっさ。本日は歌舞伎役者の中村和太郎君に来てもらいました。よろしくお願いします。今日はあのビバフラメンコ料理人の特別編として、ゲストとして、和くん料理長としてやってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先ほどですね、はい、大阪の黒門市場で、はい、お肉屋さんによりまして、その後スーパーでも買い出しをして、はい、お肉屋さんの様子は、撮影しているので分かっていただけると思うんですが、今日はまさにそのお肉屋さんでこちら買わせていただきましてですね、はい、こちらお肉、牛肉ですね。これを、一つメインとして料理していきたいと思うのと、こちら先ほど先生が佐藤先生が下処理をしてくれたこちら千枚、こちらも使っていきたいと思います。またこれも変わり種なんですが、これ料理というよりも付け添えとしてね、煮こごりですね。これもちょっと一つ料理と合わせていきたいなと思っておりますので、あとはこちらの食材です。この食材たちがどのような料理になるのか、今回3つ3品作っていきたいと思っております。はい、先生なんか気になる食材ありますか。これこんにゃくこんなに買ってないっすね。これすごい量なんだけど。こんにゃくはなんとですね、こちらとコラボします。え、パスタと、ほー、パスタとこんにゃく、ほんとか。ちなみにこちらとこちらコラボします。おー、オレンジと千枚ってどういうこと。ちょっと信じられないな、それ。しかもこの旬の食材、このイチジク様。そうですね、イチジクは、うん、あのよくあることですけど、こちら牛肉とコラボさせていただこう。よくあるの？あの、ないですか？え、よくあんまり一回も食べたことない。では、お楽しみに。イエーイ。